立憲民主党の市民クラブの竹内のりおです。冒頭一言申し上げます。総理は今国会は働き方改革だと豪語してまいりました。しかしその法案の根底が崩れてしまったことが昨日の予算委員会で明らかになりました。希望の党の山野井代議士が必死に訴えられています。人の命とそして法案とどちらが大事だ。明らかに人の命です。政府与党は謝罪や答弁撤回で済まされるものではないことを国民を代表して厳しく指摘をしておきます。それでは議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案について会派を代表して質問いたします。立憲民主党は綱領で地域の責任と創意工夫による自立を可能とする真の地方自治を目指すとした上で具体的な政策として国の動向に左右されず予見可能性がある地方交付税の財源調整とそして財源保障の機能を強化した持続可能性の高い地方財政制度を実現させ、地域独自の判断で投資事業の実施が可能な一括交付金を復活させることを掲げています。この政策の実現を目指す立場から2018年度の政府予算における地方財政対策について質問いたします。地方財政の見通しでは一般財源総額は62兆円となり、前年を若干上回る水準を確保したことは関係者の努力の成果として評価いたします。しかし自治体が自由に使える一般財源総額として地方の行政ニーズに十分応える総額が確保されているのかは検証が必要と考えます。全国知事会が昨年10月にまとめた平成30年度の税財政等に関する提案では、地方の歳出の大半は法令等で義務付けられた経費や国の補助事業であることから、独自の削減が困難であり、社会保障関係費の増加分については、給与関係経費や投資的経費などの地方の歳出削減努力によって吸収をしてきた、と地方自治体の厳しい財政運営について指摘をしています。また、自治体現場で働く職員からは、仕事は増えているが、人員は不足しており、臨時非常勤職員で対応しているのが実態だ、との声が寄せられています。実際、総務省の調査でも、平成28年4月現在で、約64万3千人であり、平成24年から、約4万4千人も増えています。このため、地方財政計画などを作成する際には、地域における住民ニーズの実態を財源保障に的確に反映するための場を、制度上保障する仕組みを作るべきと考えますが、大臣のご所見をお伺いをいたします。現行では、国と地方の協議の場を通じて、地方6団体などが意見を述べていますが、地方側の意見が反映される制度上の保障はありません。国と地方の協議の場を政策協議の場と位置づけ、地方税財政制度の改革や、あるいは地方財政計画などを具体的に協議、そして決定する機能を持たせるべきと考えますが、大臣のご所見をお伺いいたします。次に地方交付税について質問いたします。
平成30年度における地方財政の財源不足は約 6.2 兆円とされており、臨時財政対策債は約4兆円を見込んでいます。関係者の努力により、地方交付税の総額を確保し、臨時財政についても前年よりも抑制したことは評価しますが、本来は地方交付税率の引き上げによって財源不足額を補うのがあるべき政策と考えます。総務省としても、平成30年度予算の概算要求として、引き続き巨額の財源不足が生じ、平成8年度以来、23年連続して、地方交付税法第6条の3、第2項の規定に該当することが見込まれることから、同項に基づく交付税率の引き上げについて、事項要求するとしています。地方団体からも、臨時財政対策差に頼らず、安定的に交付税総額の確保を図るべきであるとの意見があることを踏まえれば、地方交付税率の引き上げを早期に実現すべきと考えますが、大臣のご所見をお伺いいたします。また、地方交付税は地方固有の財源であることを踏まえれば、国と地方公共団体が地方交付税の制度設計や運用に関する協議、あるいは決定する場を作ることが必要であります。現状では、総務省が地方自治体側の事情を汲み取り、地方交付税の運用を図っていますが、この手法では、地方自治体の主体性が育ちません。地方自治体自身が、地方財政が充足すべき住民ニーズとは何か、地方交付税で財源保障すべき部分は何かを問い直し、地方交付税の制度改善や、毎年度の運用に反映させていく制度を作るべきと考えますが、大臣のご所見をお伺いいたします。また、国と地方の協議の場で、地方交付税の制度設計に関する分科会を設置し、地方と国が具体的な協議をすることも検討すべきと考えますが、大臣のご所見をお伺いいたします。次に、地方税と国税のあり方について政府の見解を伺います。我が党は、地方自治体の歳入は一般財源、かつ自主財源である地方税で賄うことが原則であり、同時に地方税に代わる良質な一般財源で自治体財源を確保し、地方税では避けがたい財源の偏在を直すために、地方交付税の役割が重要であると考えます。いわば、地方税と地方交付税は車の両輪であります。平成27年度の政府決定によると、租税総額約99兆円のうち、国税は約 60%、地方税は約 40% です。一方で、歳出の純計は、国が約 70.7 兆円で 42%、地方は約 97.7 兆円で 58% となっています。実際に仕事をしている割合を見ると、地方が約6割だが、税収は4割しかありません。地方が担う事務と責任に見合うように、国税と地方税の税源配分の見直しが必要と考えますが、大臣のご所見を伺います。次に、2019年度以降の地方の一般財源確保について、考え方をお伺いいたします。2019年度以降の地方一般財源総額については、6月に作成される予定の政府の経済財政運営と改革の基本方針2018、骨太方針で方向性が示されると承知をしています。我が党としては、持続可能な社会保障制度の確立や、生涯を通じて学びの機会を
機械の保障など、人への投資によって、人々の能力の発揮を拒んでいる格差を是正をし、一人一人の持つ力が発揮される、幸福を実感できる経済を実現することを目指しています。このためには、国民が安心して生活できるための社会保障費と、実際に生活に必要なサービスを実施するための地方財政は、しっかりと確保すべきと考えます。骨太方針2018においても、地方の一般財源総額と社会保障費については、必要なサービスに対応した予算を確保する方向で議論をし、結論づけるべきと考えますが、大臣の決意と見解をお伺いいたします。最後に、いよいよ明日から全国で確定申告が始まります。多くの国民が感じている整合性が疑われる答弁について、十分な説明もせず、疑惑を残したままでは、これから確定申告をし、自発的な納税をする国民の納得感など、到底得られるものではありません。佐川国税庁長官は、当時財務省理財局長として、国会でどういうつもりで答弁したのか、自分の口でちゃんと説明をし、きちんとけじめをつけるべきです。このままでは、地方税の徴収にまで悪影響を及ぼしかねません。政府与党は野党の要求に応じ、国民が求める佐川氏の承認喚問にしっかりと応えるべきです。合わせて、国民の税金や国有財産が各事業において適正に執行されているかどうかをチェックする機関が会計検査院です。その会計検査院の調査に基づく指摘に対して政府は重く受け止めます。今後このようなことがないよう改善いたしますとこれまで答弁してきましたが、十分な検証もせず、事実を解明することから逃げることは許されません。地方自治体において、同様のことが起これば、知事、市町村長をはじめ、担当職員に至るまで、懲戒処分ものです。今後、政府与党の対応いかんによっては、国家自らが、何でもありの社会を作り出し、まさに政治行政への信頼は崩れ去ってしまいます。事実を解明し、次へ進むためにも、国会がその任務を果たしていこうではありませんか。そのことを求め、質問を終わります。ありがとうございました。総務大臣野田聖子。竹内議員にお答えいたします。まず地域の住民ニーズの地方財政計画などへの反映についてお尋ねがありました。地方財政計画については概算要求の段階で地方財政収支の仮試算等を公表しています。また策定にあたっては、地方団体の決算の状況や、行財政制度の改正等を踏まえるとともに、国と地方の協議の場、総務大臣地方六団体会合等のさまざまな機会を通じて、地方団体と意見交換を行っています。
次に国と地方の協議の場についてお尋ねがありました。国と地方の協議の場においては、地方行財政に関する事項などについて、協議を行うこととされており、今年度は地方財政対策や地方創生、地方分権改革などを議題として協議を行ってきています。なお、平成30年度地方財政対策については、国と地方の協議の場における議論等も踏まえて決定したものであり、その内容に関し、地方6団体からは評価するとの声明をいただいているところです。次に、交付税の引き上げについてお尋ねがありました。地方財政の健全な運営のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債による対応ではなく、交付税率の引き上げ等により、地方交付税を安定的に確保することが望ましいと考えています。しかしながら、国地方とも巨額の債務残高や財源不足を抱えていること、平成30年度においては、国地方の役割分担にかかる大きな制度改正がなかったことなどから、平成30年度地方財政対策においては、国は一般会計からの地方交付税の特例加算、地方は臨時財政対策債の発行により対処することといたしました。国地方とも厳しい財政状況であることから、交付税率のさらなる引き上げは容易ではありませんが、今後とも交付税率の見直し等による交付税総額の安定的確保について、粘り強く主張し、政府内で十分に議論してまいります。次に、地方交付税の、地方団体の意見の反映についてお尋ねがありました。地方交付税法の規定により、地方団体は地方交付税の額の算定方法に関し、意見を申し出ることができ、総務大臣はこれを誠実に処理しなければならないとされています。毎年地方団体から多数の意見をいただき、地方交付税の算定に反映してきましたが、今後ともこの制度を適切に運用し、地方団体の意見を算定方法の完善につなげていきたいと考えています。次に、地方交付税制度に関する協議の場の創設についてのお尋ねがありました。地方交付税の制度設計については、地方団体のご意見を反映させることが重要であり、毎年、国と地方の協議の場、全国知事会議、総務大臣、地方6団体会合など、様々な場面において意見交換を行っています。今後とも、こうした会議の場などを効果的に活用しながら、地方団体としっかり協議をしてまいります。次に、国と地方の税源配分についてお尋ねがありました。地方税の充実に関しては、これまでも個人住民税の 10% 非税率化による3兆円の税源以上、消費税率引き上げに際しての地方消費税の拡充などに取り組んできたところです。国地方の税源配分については、国と地方の財政健全化や地方団体間の財政力拡散などへの配慮も必要と考えております。今後も税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に取り組みつつ、地方の行政サービスをできる限り地方税で賄うことができるよう、地方税の充実確保に努めてまいります。最後に、2019年度以降の地方の一般財源総額についてお尋ねがありました。政府においては、これまで経済財政一体改革の取り組みを精査した上で、本年の骨太方針において、プライマリーバランスの黒字化達成時期及びその裏付けとなる具体的な計画を示すこととしており、2019年度以降の地方の一般財源総額のあり方についてもこの中で議論されるものと考えております。その際には地方団体が予見可能性を持ちながら社会保障など必要な行政サービスを提供しつつ、安定的な財政運営を行っていけるよう、地方が自由に使える一般財源総額を確保すべく最大限の努力をしてまいります。